こんにちは、みえこです。今日はね、いつもメンバー限定で公開しているパターンの作り方の動画をちょっとだけお見せしますね。昨年から月に1種類2枚ずつパターンを作っていて、やっと先日キルトケットが完成したので、ちょっとだけ公開します。作ったのはこの7種類のパターンですよ。このカバンのパターンも同じ大きさです。完成したのはこのキルトケットですよ。今日の動画はちょっとだけキルトケットをお見せする動画でした。興味があったらぜひ覗いてくださいね。またねー。